世界的な工作機器メーカーとして知られる DMG 森瀬駅の本社機能などが先月 JR 奈良駅前に移転しきょう報道陣にお披露目されました JR 奈良駅の東口から歩いてすぐの場所に新たに完成したのが DMG 森瀬駅の研究開発拠点です6階建てで1階と2階は研究開発のための実験センターとして 最先端のデジタル技術を活用した工作機器や自動で物を運ぶ自立走行型ロボットの研究開発奈良女子大学工学部の実習などに使われますまた3階から6階はオフィスやレストランなどが入り災害やサイバー攻撃への対策のため第二本社としての機能も備えています DMG 森製機は前身が1948年に大和郡山市で創業しその後世界6カ国に15の工場を持つ世界有数の工作機器メーカーに成長しました記者会見した森正彦社長は現在大和郡山市にある奈良事業所を自動化やシステムに特化した工場に再編するにあたり優秀なエンジニアが集まる拠点が必要だったと述べました そして、JR 奈良駅から西名阪自動車道郡山インターチェンジまでの県道沿いにグループ会社の施設などを設置する構想も明らかにし奈良の持つ利点と課題を次のように述べました人の質もいいし土地もありますんでねでリーズナブル値段なんであのベースとしてはちゃんとあるんでみんなでしっかりとこう10年後20年後にこうしていこうと。 みんなで少しずつ我慢するけども大きな成果を得るというようなことがあるんじゃないかなと。